こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズはライカのオールドレンズ、人気のレンズになりますね。エルマーの 50mm 人造タイプスクリューマウントですね。はい、非常にポピュラーなオールドレンズですけれども、その中でも、人気の高いですね、この被写界深度のメモリーが赤い刻印で描かれております。通称レッドダイヤルじゃなくてですね、レッドスケールですね。赤エルマーと言われるバリエーションになってますね。でもって、さらにその中でも、この真ん中の指標ですね。これが三角形じゃなくて、こう、ひし形になっております。ダイヤスケールというですね、ダイヤマークですね。失礼します。ダイヤマークというですね、バリエーションになっておりまして、とてもレアで、はい、お探しの方も多いレンズだと思いますので、ぜひですね、チェックしてください。はい。では、外観から見ていこうと思います。ご覧いただいてます通り、大変、備品といって差し支えない、とても綺麗な状態ですね。目につくすれ当たり、へこみとかですね、どっかにぶつけたり、擦ったりしたような跡はないですね。マウント部分も非常に綺麗ですし、どっかにぶつけたりとか、当たったり、落下したり、歪んだりというようなことは全くない感じですね。このバレルの部分もピカピカですね。とても綺麗な状態をキープしている個体です。はい。まあ、強いて言えばですけど、若干ですね、この先端の黒い枠の部分ですね、に、ペイントロスがちょっと見られる程度ですかね。はい。あとは、客観的にですね、ご確認いただけましたらと思います。はい。で、レンズですけれども、レンズがとても綺麗ですね。前玉、後玉、ともに擦れ傷、引っかき傷、コーティングの剥離とか、摩耗もない大変綺麗な状態です。はい。で、前玉に、このブルーのコーティングですね。シングルコーティングがかかっている、ブルーコートのバリエーションです。はい。中玉にも、曇りカビ、バルサム切れ、チリホコリの混入もほぼほぼ見られませんので、撮影して画質に影響のある瑕疵は全くないと思っていただいて大丈夫です。絞りの動きも軽く動いてますね。まあ、スカスカしたりしないで、ちょうどいいトルクで、はい、開閉してます。油の乗りとか、腫れの痛みもないですね。振動もスムーズにしてます。はい。ピントのヘリコイドも、ややちょっと軽いですけれどもね、滑らかにスムーズに動いてますね。はい。こう、軽いのが気になる方はですね、グリスアップですね。まあ、オプションから整備をご依頼いただけましたら、全体的なですね、整備、このグリスアップとかですね、内部の清掃もさせていただきますのでですね、ご利用いただけましたらと思います。で、無限ロックもしっかり効いてますね。はい。付属品が、リアキャップと、こちらですね、ちょっとメーカーとか書いてないので、まあ、おまけだと思ってください。これが、レンズ保護用のフィルターですね、と思ってください。はい。こちら、ご利用いただけましたらです。でもって、こちらは純正ですね。のエルマー 50mm 用の、はい、かぶせ式のフードになってます。はい。オールドレンズはですね、一般的に非常に逆光に弱い特性を持ってますので、この斜め横からの光とか、逆光をなるべくですね、まあ、フレアとか発生しないように使っていただけるフードになっております。はい。ということで、はい。非常にレアな、赤エルマーですね。このままでもですね、全く使用に差し支えなく、画質に影響もなくですね、非常にいい状態の備品のエルマー 50mm 赤エルマーですけれども、念のため、末永くですね、お使いいただくために全体的な分解整備、清掃調整をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で影響を合わせていただきますので、ぜひご利用ください。ということで、はい。ライカの人気オールドレンズ定番ですね。エルマーの 50mm 振動タイプスクリューマウントの、赤いエルマーでダイヤマークのバリエーションになっております。今回でフロントキャップだけちょっと付けられなかったんですけれども、リアキャップと、フィルター、そして純正フードが付いております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。